キリッとした喉越しと爽やかなライムの香り、飲んだ瞬間口の中でソーダが弾ける、ジンリッキーをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずグラスにライムを絞り、そのまま落とし入れます。ライムの絞り加減を調節するとお好みの味が楽しめますよ。氷を加えてドライジンを注ぎ、炭酸水で満たしてマドラーで軽く混ぜれば出来上がりです。マドラーでお好みの味加減にライムを潰しながら楽しむカクテルですよ。ぜひお試しください。